地中熱とは地下の低温熱エネルギーである。地中熱とは地下の比較的浅い部分にある比較的低温の熱を意味する。地熱の一種ではあるが、火山活動等に伴う地球内部からの熱ではなく太陽エネルギーによる熱である点が異なり、一般に火山活動由来の熱である地熱とは区別される。アイスランドや日本の鉄林温泉のような一部の 火山地帯においては、朝一中でも火山活動に伴う高温蒸気や高温の岩盤が多く存在し、熱源として直接利用されるが、本校では火山活動と無関係に朝一中に存在する低温の熱をヒートポンプを用いて利用する方法について扱う。地下の温度は土壌の断熱機能により大気の温度変化の影響を受けにくく、一年を通して ほぼ一定であることを利用し、古くから食品や氷の保存に利用されてきた。20世紀に入るとヒートポンプによる積極的な温度差利用が行われるようになる。冬場は地中から熱をすくい上げる。夏場は地上の熱を地中に放出するという形で利用する。エアコンのようにコンプレッサーを用いるもののほか、地下水や不凍液等を地中熱交換器に循環させ。 地中からヒートポンプへの熱運搬を行っている。また、組み上げた地下水と熱交換するやり方もある。ランニングコストは安いものの機器設置等のイニシャルコストが比較的高い点はデメリットであるが十数年で元を取ることができる。メリットについてはなどが挙げられる。住宅では1931年のアルミニウム製、住宅であるアルミネアハウスが最初である。 商業ビルでは1946年のコモンウェルスビルディングが最初である。1950年代のアメリカ合衆国で主に住宅用として普及が進められた。また、産業用でもアラスカ州の永久凍土の上に付設された石油パイプラインの土台を維持するための装置として利用されている。こうした実績が積み重なり、アメリカ全土ではすでに60万台以上が利用されている。 日本では2005年日本国際博覧会、瀬戸日本館の空調設備として納入されたほか、東京大学菓子屋地区キャンパスや2010年にオープンした羽田空港の新国際線ターミナル、東京スカイツリーや JP タワーなど大型施設を中心に利用が進められている。個人向けにはアメリカなどから一戸建て用のユニットが長らく輸入販売されてきたが、 2009年に朝日、火星ホームズから一戸建てように燃料電池も併用する給湯暖房システムが発売されたのに続き、リクシル住宅研究所が太陽光発電との併用システムをコロナが支柱熱ヒートポンプ温水暖房システムを発売するなど商品化が相次いでいる。また、企業と大学が連携したアルミハウスという動きもある。 日本での設置総数は欧米や中国に大きく出遅れているが政府のエネルギー基本計画の中に再生可能エネルギーとして取り上げられ2010年5月に成立したエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律ではその支援対象に地中熱利用設備が含まれたまた2012年に開業した東京スカイツリーでは 地中熱利用による地域冷暖房システムが採用され、これは国内初である。スイスの暖房は地中熱、ヒートポンプが一般的であり、国内には地熱ゾンデが5万カ所以上設置されている。これは一定の面積内の設置数としては世界最多であり、世界記録として公式に認められている。地震の揺れは地表近くの軟弱な地盤や建物を通して、 増幅されるため、地下は地上に比べて揺れが少ない。地震により地中の再熱管の破損が起きた場合、地上の建物自体の崩壊等もっと大きな被害が生じるため、耐久性は問題ないとされている。地熱利用により地熱変化が数箇所で報告されている。地熱利用が地下環境に及ぼす影響、生物に与える影響などの研究例が少なく、 環境負荷について正しい評価ができない状態である。ありがとうございます。